家好，我是沙酱。今台湾旅行は日本の方にとっても人気で、日本の人気海外旅行先ランキングでも1位と言っても過言ではないぐらいです。では台湾に到着して市内に入る最速の手段がこちらです。じゃじゃーん、机场捷运、机場勝負、たったの40分で着きます。で、台北駅はホテルがとても多いところです。いろんなスタイルのホテルがあるので、ホテル選びにも困らないですね。その他、市内は東京のように交通網が整備されていて、どこへ行くにも移動は楽ちんです。では、今から今回泊まるホテルに向かいたいと思います。ゴー!オレンジホテルです。それからちょっと皆さんに豆知識です。台湾のタクシーはとても便利ですが、市内で利用するときは朝の7時から10時、夜の5時から7時はラッシュアワーなので、あまりタクシーをおすすめしません。渋滞に巻き込まれる可能性が高いです。MRT はとても速くて便利な交通手段なので、市内のホテルに泊まるのがおすすめです。ホテルは新しいタイプのビジネスホテルで、可愛いオレンジのデザインのほか、一番びっくりしたのが、なんとこれ果物が24時間食べ放題なんです。それは果物の王国台湾。こちらのコーヒー、あとドリンク、飲み物は全て無料です。コインランドリーもあって、洗濯機は1回40元、乾燥機は1回30元です。で、洗面は無料です。オレンジホテルは台北市内にもたくさん店舗があって、よく見かけるのでずっと気になっていたんですが、今回ご招待いただいて来ることができました。これを機に今日は台北市内に泊まって1日観光客気分を楽しみたいと思います。イエーイ。台北市内のホテルは東京市内のホテルよりもちょっとお得ですが、お部屋は東京よりも結構広いです。東京だとスーツケースを開けただけでもスペースがもう埋まってしまうぐらいなんですけど、ここだといくらスーツケースを広げても余裕がありますね。あとここはビジネスホテルなので、このお仕事の方向けにも大きなテーブルが置いてあります。浴室もちゃんと清潔で綺麗。ただバスタブがないのがちょっと残念ですね。あとここハンドソープもオレンジ、うん、オレンジのいい香りがします。台北は天気が不安定な都市なので、傘を貸してくれるのは嬉しいですね。同じオレンジ色。じゃあ早速出かけましょう。ホテルの付近のグルメもとっても豊富で、以前動画内でも紹介したことのある安くて美味しいマーサンタンや、一番美味しい小籠包第1位に選ばれた天水楼の他にも、こちら今日おすすめしたいのがここです。鱼翅汤がとてもおすすめ。わー、来ました。ロロファンと鱼翅汤、美味しそう。
嬉しいです。しかも台北は24時間遊べるところがあるので旅行者にはとてもいいと思います。12時間の間でたくさんのスポットに回ってきました。今日はオレンジホテルでぐっすり休みます。じゃあ次の旅でお会いしましょう。皆さんおやすみ。